久保さん、背景いいじゃないですか、これ。瞑想してるの。誰ですかね、これね。いろいろありますね、小道具が。<laughs> 小道具めっちゃあるな。まあ、あのー、今日を変えなければ、明日も変わらない。明日を変えなければ、明後日も変わらない。<laughs> うーん。まあ、あこの奥間長者合宿でね、まあ、あ僕たちが、 伝え続けてること、言い続けてることは、一つしかありません <laughs>。やれと <laughs>。だからまあ、久保さんが言うより、再生数がゼロになることがいいんじゃないですかね。うん。まあ、再生数ゼロになっても撮り続けるのは、僕たちなんで。<laughs> で、みんなやり始めたらね、見る時間なくなると思うし、見る時間があるってことは、やる時間が消えてるってことです。 見る時間が、見る時間があるということは、アウトプットする時間がなくなるってことですよね。時間は24時間しかないですから。うん。やっぱ何に時間をかけたのかしか、多分人生を変える方法ってないと思うんですよね。何に時間をか,えたのあかけたのかっていう。うん。だからそこの、その選択を誤ると、取り返しがつかなくなる。例えば、まあ、60歳まで普通に働いてですね。 あのそこに時間を何万時間と投入してね、でそこでリストラになったら、多分ね久保さんの言うとおり、ねんまあ、これからまた就職したいっていう人が急増するわけじゃないですか、リストラになって、まあ、激戦区ですよね、激戦区の中で10歳で再就職するのは非常に難しいと思います。う だから今、本当に自分で稼ぐっていう力がないと、僕は生き延びていくのが本当にきついと思うんですよね。もちろんその生活保護とかお金をもらう手段はある、あるし、うん、でもその中で、なんだろうな、自分が理想としているライフスタイル、幸せを感じれる生活を得るっていうのは難しいのかなと。確かに死ぬことはない。あのー、食ってはいけると思います。 ね、全然食ってはいけると思うけども、うん、正直その、人間って、まあ、強欲なんですよね。食うだけじゃ満足できないですよ。まあ、最近ね、エヴァンゲリオンが、えっ、ー、と、ニュース出てたんですけど、もう、エヴァ、タイトルエヴァンゲリオンにしようかな。興行収入が何,何億だっけな。興行収入。すごいんですよ。 工業収入。工業収入。はい。エヴァンゲリオン。68億。もう70億に、70億かなエヴァンゲリオン70億円突破。1ヶ月で70億円突破らしいですよ。1ヶ月で。うん。70億。どうっすかね エヴァンゲリオンを見ることって人生に生きていく上で必要ですかどうでしょうか別にエヴァンゲリオンを見なくても生きていけると思いませんどうですかね ?70 億のお金が1ヶ月で動いてるんですよ。これな、何なんでしょうねエヴァンゲリオンを見なくても生きていけません飯食っていけますよねどうなんでしょうか まあ本当にもう必要最低限の生活であるならば、うん、まあ働かなくても、ね、炊き出しとかもあるだろうし、多分飢え死にして死ぬっていうことは国の制度を利用すると多分それはないと思うんですよ。だけど、じゃあそれで幸せを得られるのかっていうと難しいんですよね。だから人間っていうのは実は不必要なものが必要なんですよ。面白いことで。人間って不必要なものが 必要なんですよね、うん、じゃあその不の不,不必要生きていく上で不必要なものを手に入れるためにはお金が必要ですね。エヴァンゲリオン見に行くのにもあのチケットが必要だしね。うん、だから特にコロナになってから何、うん、だエンタメがまた、うん、ブレイクしてるというか。うん 本当に必要なものって、生きていく上で必要なものって、エンタメじゃん、多分ご飯だと思うんですよね。だけど、不必要な、不,不必要なものが必要であると。これが人間の沙汰なんじゃないかなと。うん。なぜ、ね、なぜ妬みとか嫉妬があるのかと。自分は飯食えてると。 飯食えて屋根があってね、まあ、そこで生活してるとだけどそこに幸せを感じれないと、うん、こんなにね久保さんの広島は原発を落とされてね何もなかった状態で焼け野原で何もなかったわけですよその時は食うのもね餓死していくっていう人もいたでしょうねあの蛍の墓なんかをねあの見れば分かりますけどもまあんな感じだったんでしょうね、うん だからまあ、不必要なものをが必要なので、生きていく上ではね。だそれを手に入れるために、うん、やらないといけないですよね。うん。いや、吉谷さんと、久保さん、私は、不必要なものは不必要なんで、いらないですと。映画も見なくても生きていけるし、なんだ、車に乗らなくても生きていけるし、うん。 なんだ美味しい焼肉屋さん行かなくても生きていけるしうーん、高級タワーマンションに住まなくても生きていけるし、雨、風しのげて最低限の食事していけるだけでめちゃくちゃ幸せですと。そう感じれる人はそれでいいじゃないですか。ただしそこに、そこで幸せを感じれないんだならば、不必要なものを手に入れるしかないですよ。傍から見たらね、傍から見たら不必要ですよ。 久保さんのキットはどうですか車に全く興味ない人にとっては何だあんなね不必要じゃないですか久保さんにとっては必要なんですよねどうですかね自分に必要なものって何ですかそれは他人から見て不必要なものかもしれないですよ。うんエヴァンゲリオンを見たいと思ってる人はエヴァンゲリオンが生きていく上で必要だしでも他人から見たら不必要だと思うかもしれないしあなたの必要なものは何ですか言ってらっしゃい。